ジェンパクトは GE から独立して設立された企業の業務プロセスの変革、最適化、実行を担うサービスプロバイダーでニューヨークに本社機能がある。ニューヨーク証券取引所上場会社。社名の語源はビジネスにインパクトをもたらすである。GE の業務改革支援で培ったリンシックスシグマ及びオペレーショナルエクセレンスを DNA として引き継いでいる。 サービスとしてデジタル技術を極限まで活用した業務オペレーションを行うインテリジェントオペレーションの子会社である GE キャピタルのインターナショナルサービス部門 GE シスとして出発し GE グループ内の間接業務を扱う1997年にインドにオペレーションセンターを設立したのを創業年としているその後外部業務も引き受けるようになり2005年に GE から独立。2007年にニューヨーク証券取引所に上場している。ジェンパクトは2000年より日本で事業を開始。2005年に東京でジェンパクトジャパン株式会社が設立され、グローバル企業を対象に事業を展開している。2011年に日産自動車の人事系サービス市会社を買収し、ジェンパクトジャパンサービスとして、 アウトソーシングサービスを行っている。2014年に、日立製作所の財務経理系サービス市会社を買収し、日本ジェンパクトビジネスサービスとして、アウトソーシングサービスを行っている。2018年に、ジェンパクトジャパン株式会社とジェンパクトジャパンサービスが統合し、ジェンパクト株式会社に解消する。インド、中国、アメリカ、メキシコ、ルーマニア、ドイツ、 ハンガリー、フィリピンなど17カ国にオペレーションなどを行うデリバリーセンターがあり、日本と最も関係が深いのは中国のセンターである。ジェンパクトは中国でカンカシワトクと呼ばれ、2000年6月に稼働開始、中国において最初で最大の BPO を展開し、従業員数は4000人を超えている。大連、長春、花橋、物産にデリバリーセンターがある。 そのうち大連センターが最も大きく、大連、または北京、上海、東京に営業拠点があり、日本を中心に BPO 関連営業活動を行っている。ありがとうございます。